どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっとこのサービスがちょっといつから始まったのかね、ちょっと個人的には分かんないんですけども、 ANA のね、プレミアムメンバー宛てにですねサービスされているスカイゴー無料 SIM カード、2日間無償サービスっていうのをね、今回ね解説していきたいと思うんですけども、これはですねアメリカ国内の、スマートフォンの SIM ありますよね、あの通信するための SIM カードですね、こちらを2日間無料でサービスしますよみたいな感じのサービスが、まあ、書いてあるんですよね。で、まあ、私のチャンネルでもですね、このスーパーフレーズカード等々のね、あのサービスっていうのは、まあ、ちょっとね全体をまとめた動画っていうのはまだ作れてなくて、まあ、今後ね出していこうかなとは思っているんですけども、まあ、今回はねこのスカイゴー無料 SIM カードサービスっていうのをね、解説していきたいなと思います。でプレミアムメンバーの、ダイヤモンド、プラチナ、ブロンズ、スーパーフレーズ会員、まあこちらね全ての方が、まあ、利用できるサービスとなっているんですけども、 SIM ということで、まあ、スマートフォンのね、まあ、SIM フリーのね端末を持ってる方はね、まあ、SIM 入れ替えるだけでね、まあ、現地で使えますよ、その SIM が使えますよということで、まあ、アメリカ国内でね、使えるというサービスになっております。でこれね、あの ANA の公式のホームページ、ステータス特典のところにね、書いてある、まあ、サービスで、まあ、これをねクリックすると、まあ、スカイゴーっていう、まあ、リンク先みたいなところにね、まあ、飛ぶんですよね。でこちらに行くと ANA プレミアムメンバーだったら、まあ、2日間無料みたいな感じで、まあ、2日間分のね SIM が、まあ、無料で利用できるっていうサービスで、プラスしてね、3日目以降の利用もできて、まあ、それも特別価格みたいな、感じのサービスになっております。でちょっとね読み上げちゃうと、 ANA プレミアムメンバーに限り、米国内で使用できる SIM カードを無償提供、プラス2日間のサービス付きで、SIM カードなんで、まあ、現地でね Google マップとかね、まあ、YouTube とか、まあ、そういうネット回線使いますよね、まあ、LINE とかもそうですけども、まあ、そういうのでねネット回線使いますよね。でこちらは無制限ということで、無制限の通話、テキスト、ネットが、まあ、全部ついたプランというふうになっています。で先ほど言った通りね3日目から、特別料金ということで、利用できるっていう感じなんですよね。で料金プランをね見ていくとですね、最初の2日間は本当に丸々無料なんですよね。で3日目から5日目まで利用すると、20ドルの請求が来ますということなんで、最初の2日間無料なんで、まあ、5日間の利用で、まあ、20ドルでね、まあ、利用できるっていう風になっているんですよね。でこの20ドルっていうのを、まあ、大体ね為替の影響を受けますんで、110円で計算すると、まあ、2200円ぐらいの、まあ、請求っていう感じになるんですよね。でこれ ANA のサービスでね、まあ私も最初すごいお得なんじゃないかと思ってね見てたんですけども、アメリカ国内で、まあ、5日間の SIM カードっていうことで、それで2200円で、私ねいつもニューヨークで利用させていただいている、モースト SIM っていう、この ANA の提供してる方も T モバイルなんですけども、このモースト SIM も、T モバイルのね SIM なんですけども、 Amazon で買うね、まあ、Amazon で売ってるんですけども、まあ、5日間で今ね1850円なんですよ。ですんでこれね ANA の出してるやつ残念ながらちょっと価格的に負けてるんですよね。うん、ちょっと残念ですよね。 Amazon の方は日本円で掲載されてますんで、まあ、1850円以上かかんないですよね。で ANA の方はまあ20ドルということで、決済した時にね、まあ、そのレートが適用されるんで、まあ109円かもしれない、110円かもしれないですね。まあそれはその時によってまあ変わるので、まあ値段も左右されてくるんですよね。っていうことなんで、価格的には Amazon で売ってるモーツシムの方が安いです。ですので、まあ価格をね、細かく見る方にとっては、この ANA の方はね、ちょっと高くついてしまいますんで、それはね、覚えておいていただけたらなと思います。で、この SIM カード、まあ受け取り方法なんですけども、出発前までに注文すると、送ってくれます。で、出発する、空港でもね、羽田空港と成田空港、あとね、ハワイの場合に限っては現地でもね、まあ受け取ることができます。まあこれはすごくいいですよね。
で、先ほど言った通りね、この SIM は、T モバイルの、無料無制限のインターネット SIM というふうになっておりますんで、まあ、使い放題でね、まあ、利用することができます。で、まあ、ここからなんですけども、これね、個人的にはですね、先ほど言った通り価格的には高いんですよ。ですんで、これどういう方におすすめかっていうと、まあ、5日間とかね、まあ、7日間とかありますけど、まあ、7日間、まあ、10日間とか、まあ、旅行の日程ってありますよね。で、この ANA の、出してるね、プラン、提供サービスをね、利用をおすすめする方は、1泊2日のアメリカ旅行。まあ、これだけですね。ちょっとギュッてなりますよね。うん。この SIM、ANA の方にね、提供してる SIM は、1泊2日だったらもう完全無料なんですよ。利用するね、日程として。で、3日目以降だと Amazon の方が値段安くなってきちゃうんで、まあ、Amazon 5日間で、まあ、1850円なんでね。うん。これ、価格的にも負けてますので、1泊2日以外のね、利用の場合は、もう完全に Amazon の方が安くなります。まあ、ANA のね、これ、公式のホームページのプレミアムメンバーの特典のところにね、書いてあるサービスなんで、ANA のサービスとして、まあ、ちゃんと、デスクがあってとか、まあ、ちゃんと電話対応してもらえてみたいなね。まあ、そういうのをね、まあ、期待して、まあ、利用する方も、まあ、中にはいるかもしれないんですけども、これね、リンク先クリックすると、まあ、一応ね、ANA の名前は入ってるんですけども、電話のデスクみたいなのはないんですよね。うん。まあ、書いてあるんですけども、国際電話なんですよね。ですんで、まあ、電話しただけで多分、お金相当かかりますよね。それ以外にね、対応してくれる、日本語デスクはメールなんですよね。もしくは LINE なんですよね。ですので、いつものようなっていうか、あれなんですけども、まあ、デスクとかね、すごい丁寧じゃないですか。まあ、そういうサービスを、まあ、受けたいっていうのはね、できないんで、そこの点もね、覚えておいていただけたらなと思います。次にですね、この ANA の方がね、おすすめできるタイミングとしては、持ってったポケット Wi-Fi が現地で壊れてしまった時、もしくは、日本で、買って、設定してった、SIM カードが現地で使えなかった時、まあ、これはね、ハワイ限定にはなってしまうんですけども、まあ、受け取りがね、ハワイでできるということですんで、ハワイ行きのチケットと、ステータスカードがね、あれば、まあ、こちら利用できますんで、もしね、現地に行って、まあ、使えないみたいな時に、利用することがね、まあ、現地で手配して、まあ、現地で受け取ることができますんで、まあ、ハワイ限定にはなってしまうんですけども、まあ、そういう時の、一つのね、手段として覚えておいていただくのは、とてもいいんじゃないかなと思います。まあ、こちらね、ANA の、ダイヤモンド、プラチナ、ブロンズ、で、スーパーフライヤーズカードで、家族会員の方もまあ利用できますんでね。まあ、そういう意味ではちょっと覚えておいていただいた方がいいのかなと思います。で、最後にですね、注意事項なんですけども、T モバイルなんですよね。ということなんで、アメリカ本土とかね、ハワイとかは大丈夫なんですけども、公式サイトのね、対応エリアを見ると、アラスカとグアム、サイパン入ってないんですよね。うん、対応エリアに。うん。ですので、十中八九使えないと思います。っていうのも、この ANA のね、SIM カードサービスの、よくある質問のところに書いてあるんですけども、まあ、米国内のね、対応エリアを見たいっていう質問で書いてあるんですけども、答えがね、リンクなんですよね。T モバイルの。で、T モバイルのリンクを見ると、アラスカ、サイパン、グアム入ってないんですよね。っていうことなんで、十中八九使えないと思っていただいて間違いないんじゃないかなと思います。ですので、このキャンペーンのね、トップには ANA プラス、ANA と、米国内 SIM カードサービスみたいな感じで、出ててね、まあ、2日間無料って大きく書いてあるんですけども、まあ、グアム、サイパン、アラスカ、まあ、アラスカっていうのはまあ、またないと思うんですけども、まあ、グアム、サイパンだったらね、まあ、日本の方だったら、まあ、全然行く機会あると思いますんで、まあ、そこだけはね、注意していただけたらなと思います。まあ、これね、信じて借りてって現地で使えなかったらね、結構とんでもないトラブルになりますよね。うん。結構困りますしね。うん。っていうことなんで、ぜひ覚えておいていただけたらなと思います。
いかがだったでしょうか。今回はね、ANA のプレミアムメンバーの特典の、無料 SIM サービスをね、ちょっと解説させていただきましたけども、価格的にはね、残念ながら Amazon のモースト SIM の方が、まあ、ほとんどの場合ね、お得となりますんで、まあ、簡単に飛びつかないようにっていうとあれなんですけども、ちょっと ANA のね、公式のホームページに書いてあると、あ、これすごいじゃんみたいな感じでね、まあ、利用してみたいみたいな感じになると思うんですけども、ちょっとね、ANA のホームページには書いてあるんですけども、実際 ANA のね、すごいいい対応のね、が受けられるかっていうと、まあそういうわけでもなさそうなんで、注意していただきたいなと思います。価格的にもね、Amazon の方が安いですし、まあ私個人的にはですね、このモーストシムいつもニューヨークとかハワイでも使わせていただいたんで、信頼的にはですね、まあこのモーストシムの方がはるかに高いんですよね。うん。ですんで、まあそれもね、合わせて、まあ皆さんね、一泊二日ね、もしアメリカ旅行行くのであれば、まあこちらね、完全無料で利用できますんで、まあなかなか一泊二日でね、アメリカ行くことはないと思うんですけども、まあ一つね、手段として覚えておいていただいてもいいのではないのかなと思いました。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。